斜影かぐんは平坦かぐん。どうも、しがない数学徒です。はい、今回は間の局所化というものを説明していきます。まあ、局所化っていうのは、ここに書いてある線形集合ってやつからスタートして、まあ、局所化っていうものが定義できるんだけれども、それを弦を追う形じゃなくて普遍性っていうものに着目しながら局所化を解説していきたいというふうに思います。それではよろしくお願いします。はい。で、線形集合の定義です。まあ、この線形集合というものを理解して、この線形集合に対して間 R の局所化っていうのが定義できますから、線形集合をまず見ていきましょう。はい。線形集合の定義ですね。線形集合っていうのは、まあ、積でね、閉じてる集合って書いてあるので、まあ、その通りって言ったらその通りなんだけど、間の部分集合であって、まあ、積で閉じてる。まあ、2つの S の弦を持ってきたら、かけてもまだ S の弦で、まあ、積で閉じていて、かつ、間の単位弦、積の単位弦も含んでいるよっていう時に積平集合というふうに言います。で、ちなみに1の逆、つまりこっち側の矢印ですね。XY が S の弦なら、XY ともに S の弦が成り立つような積平集合のことを飽和した積平集合というふうに言います。で、この飽和した積平集合というものに関しては、ガティマクの演習問題でね、飽和した積平集合であることの同時な条件として、その S の補集合を取った時に、それがプライムイデアルのユニオンでかけてるっていうのが同時な条件になるんですけども、それは、なんだか3の10だったかな？演習問題3の10にあったはずです。で、それは、ゾルンの補題を使う、証明に使う必要があるんで、そんなに簡単な命題では、示すのは簡単じゃないかもしれないんですけど、まあ、今回は証明するのはめんどくさいんで、読者に任せるという形でいきます。で、まあ、線形集合の、ね、例として、ここに2つぐらい書いてありました。まあ、上は、わかりやすさのために書いたやつで、2番はすごい実用的なね、よく今後も出てくる、まあ、その積平集合の例ですね。まあ、1個目として、整数間 Z っていうものに対して、奇数をね、全部集めてきましたっていうのは、奇数かけ奇数はね、奇数なんで、積で閉じてるっていうことも OK だし、1も奇数なんで、この中に1も入っている、積の単位弦も入っているので、積平集合となるよと。じゃあ、例の2番ですね。これの方が現実的というか、よく出るパターンで、ソイデアルとして、ソイデアルの補集合を取るんだよね。ソイデアルの補集合を取ると、それは積形集合になります。なんでかっていうと、ソイデアルは1を組まないんだね。ソイデアルは全体には、R 全体はソイデアルとは定義してなかったから、1は含んでないから、補集合を取ったら絶対1は含んでんだよね。1を含んでないものの補集合だから1は含んでるし、 XY をその P の外の弦から取ってきて、2つ取ってきて、それをかけても P の外の弦になるっていうのがソイデアルの定義に入っていたんで、1も示せるというか、まあ、従うよということになります。で、今1に読み出したので、積平集合となります。で、今この積平集合を、ね、定義して、まあ、なんとなく、まあ、積で閉じて1入ってりゃいいんだなって分かったと思うんで、そこから、局所化っていうものを定義していきます。はい、じゃあ今からいきます。はい、定義書きました。まあね、かなり長いんですけど、まあ、しっかり追っていきましょう。F と B っていうのはこれ組ですね。2つの組があって、これが、間 A の積平、今さっき定義した積平集合というもの S がね、間 A に対して与えられていたとすると、それによる局所化、FB がそれによる局所化であるっていうのは、F はね、A と B、A から B への順動形であって、F が順動形で、B は間だからね、間と間の間の順動形があって、S っていうこの A の部分集合ですね、K 集合は B の単元集合に含まれている。つまり S は B に飛ばすときに全部単元に行くよっていう F と B の組であって、間 C と、A から C への、これも順動形ですね。間の順動形 G が与えられて、これに関しても、A の部分集合、積平集合 S は全部単元に飛ぶよっていう状態ですね。今、2つ与えられてる F と G っていうのは、A の部分集合 S、積平集合を両方とも C の単元に飛ばすし、B に単元に飛ばすっていう状況になってて、今この図形ね、この図式にあって、こういう状態になってて、で、今 G と C と G が与えられたときに、ここからここにね、斜を生やしたいんだけど、果敢にする斜を生やしたいんだけど、そういうやつは1個しかないよっていう状態を満たすときに、F と B が、S による局所化だというふうに言えます。今この説明聞いて、何これ、これどういう定義なんて思った人もいるかもしれないけど、実際今まだこういうふうに定義するよって決めただけで、そうなる F と B が存在することはまだ言ってないわけ。今こうなるような FB が、今この命題を満たすような FB があったら、それを局所化っていう風に呼ぶよって言ったけど、実際そうなる組 FB が、この任意の間と積平集合を与えられた時に定義できるかはまだ別問題で、まあ、実際定義できるし、しかも動形を除いて1位であることが示せるんだけど、それについて今日やってこれは終わりにします。はい、じゃあ今さっき A と S っていう間と積平集合が与えられた時の、
局所化っていう F、B を定めるって書いたんだけど、そういう F と B の組が必ずあるっていうことを今から、こう、実際構成して証明していきます。で、今からまず B を定めて、B を定めてから F を定めるっていう順番でやっていくんだけど、まず B を構成するんだけど、B は間で、間ってことは集合があって、それに和と積が導入されていないといけないんだよね。じゃあまず間 B の集合にあたる大集合と呼ばれる部分だけど、間の弦を定めましょう。で、今 A と S っていうね、直積を考えます。今 A は間で S は積平集合に今さっき出てきた。で、この二つの直積に同値関係を定めます。AS っていう A と S の直積の弦と A'S' っていう AS の直積の弦、二つが与えられたときに、これが同値であることを定義は書いておいた方がいいかな。こういう風に定義します。ある S' っていうね、今、まあこれとは関係ない積平集合の弦一個持ってきて、この二つのA'S-AS' ってね、こっから、この4つの弦から出てくる、こういう弦を S'' かけた結果、0にするような、そういう S'' ってやつがあるよっていうことを、同値関係の定義とします。で、今これが同値関係であるかもちろん確認する必要があって、反射率、対称率、推移率、この3つを成り立つことを証明しないといけないんだけど、それは長くなるので、しかも簡単だから皆さんにお任せします。で、これが同値関係になるということを確認したら、同値類を考えることができるよね。同値関係で割るという操作が可能です。で、同値関係で割った、この A×S を同値関係で割った集合を B の大集合として、ここに和と積を導入して管理していきます。で、今から約束として、AS っていう二つの組を代表元と持つ同値類を S 分の A という風に書くことにします。で、S、なんで S 分の A ってなんか分数みたいに書いたんだって両方とも、実数とかではないのにと思うかもしれないけど、今から定義する和と積を見れば、なんでこういう風に書いたか、これが合理的な表記だっていうことが納得できるという風に思います。で、今 B の大集合があって、それに和と積をね、こういう風に定義すると、間になります。S 分の A たす S' 分の A' を、なんか、ややこしくに、そうに見えるけど、これって普通にある分数の足し算だよね。例えば、3分の1たす2分の1みたいなことをやるときに、3×2 して6分のってやって、それに 2×1 して2ってやって、3×1 して3ってやって、6分の5ってやると思うんだけど、これもやってること一緒だよね。S、S' まあ、ある意味、通分みたいなことをここで行って、S'A と S'A' を上にかけ、足し算したものが、結果になる。で、それに対して次、積を導入します。S 分の A と S' 分の A' を S'S' 分の AA' まあ、これもね、整数分の整数、まあ、有理数でやったときに出てくる積と同じだよね。3分の 1×2 分の1は 3×2、1×1 って上と下同士を掛け算すると思います。だから、まあ、ある意味 S 分の A っていう風に、こういう風に書くのは、和と積がこういう風になることからも、この表記は合理的であるという風に言えると思います。で、今こういう風に積を定義するって言ったんだけど、ここで注意しておかなければならないのが、この S 分の A っていうのは、あくまで、同値類の代表元なんだよね。だから、同値類の代表元の取り方によって、計算結果が変わらない。つまり、よく言うウェルディファインド性の確かめる必要があります。で、これは結構めんどくさくて、掛け算の方はね、そんなにめんどくさくないんだけど、足し算の方のウェルディファインド性を確かめるのが結構しんどいです。まあ、やろうと思えばわかると思うんだけど、S 分の A と S' 分の A' に同値になるような、なんか二つ弦取ってきて、で、それを出した結果、この二つがまた同値になるってことを言わないといけなくて、これはかなりしんどいんだけど、これはまあそんなになんかいい演習問題でもないので、一旦もうこれは示さなくて認めてもらってもいいかなっていうふうに思います。これは実際ウェルディファインドになって、演算としてウェルディファインドでちゃんと間になります。で、今 B っていうそういう間を定めたんだけど、その間に対して、まあもう一個 F っていう A から B の下像を考えないといけません。で、その FB が局所化になることを示さないといけないんだよね。で、今 F っていうのに、F は A から B への間の写像だから、任意の A に対して、1分の A っていう風に定める。B の弦っていうのは、1分の A、S、S の弦分の A の弦だったから、1は S の弦に入ったからね、積平集合の定義から。だから1分の A とすると、これはちゃんと写像になってて、しかも間順同形であることが言えると。で、F にはもう一個条件があって、S っていう積平集合を全部単元に送ってないとダメだったんだよね。
じゃあ、実際どうか考えてみましょう。S っていう弦に対して今定義した F を当てはめてあげると、FS っていうのが出てくるけど、これが単弦であることを示すには、相棒をね、用意してあげて、掛け算して、積の単位弦1になることを示さないといけません。で、実際ね、S 分の1っていうのは B のね、集合の中に入ってるわけで、S 分の1っていうのを掛けてあげると、1分の S かけ S 分の1。で、この掛け算をこういう風に定義するはずだったから、これが S 分の S になります。で、この S 分の S っていうのは、まあ、1分の1と同じなんでね、これ実際約分みたいなことが可能で、でこれはまあ、約分だと思うのはあんま良くないんだけど、実際 S 分の S と1分の1がここで示した、この同値関係を満たすっていうことを証明してあげれば、これはただ代表弦の取り方の違いだったってことで、これ2つの集合は一緒だったってことを納得できるはずです。そんなに難しくない。すぐいける。で、1分の1が単位弦になるよね。S 分の A っていう B の大集合のどんな弦を取ってきても、1分の1かけたらそのまんまだもんね。だから今、FS に対して S 分の1っていう逆弦のようなものを獲得できたから、2の S に対して B に送った結果は単弦集合になっていることが示せました。で、今この FB が今さっき言った果敢にする H っていうね、ここ、今さっきここに書いてあった果敢図式を果敢にする H っていう者をただ一つ持つことまで証明して、この FB が局所化であることが証明完了となります。じゃあそこ確認していきましょう。はい。まあ、だいぶね、ホワイトボードがスッキリしましたね。で、今さっき定義したこの F と B っていうのがあって、今さっきこのね、G と C っていうのはどういうやつか今さっき考えたと思うけど、もう一回復習として、G っていうのは A から C への間順動形で、間違えてる。ここね、A、A ときなくて C ね。GS っていうのは、A の弦を S、S の弦を G で送ったら、C の単元集合になってるよっていう、そういう状態が与えられた、G と C っていうね、二つの組が与えられたときに、この F と B、今 FB は固定ね。FB は固定で、G、C っていうのが適当に与えられたときに、ここを果敢にするような H が一時的に存在することを言わなければいけません。じゃあまず、B っていうのはね、S 分の A っていう形で表される弦全体だったと思うんだけど、まず1分の A っていう弦考えてみましょう。B には1分の A っていう弦はね、必ずあるわけで、1分の A が H、に飛んだとき、どういう弦になってないかをこう、なってないといけないかを考察しましょう。今、H、1分の A っていうのを考えようと。1分の A っていうのは、今さっき定義でやったと思うんだけど、A を F で飛ばした結果が1分の A だったよね。だから、H、丸 F、A って書けるね。1分の A が FA だからね。で、今、H 丸 F っていうのを G と果敢にしなきゃいけないから、これは GA に少なくとも H1 分の A は GA にならないと、ここ果敢になんないんだよね。だから、もし H が果敢になるなら、H1 分の A っていうのは GA に止まないといけないっていうことが今示せました。まあ、これは絶対確定ね。行き場所はもうここしかないよって。じゃあ次は S 分の1って B の弦には S 分の1って弦があると思うんだけど、その S 分の1っていう弦が H でどう飛ばないと、果敢にするためにはどこに飛ばないといけないのかっていうのを考察します。今 C のね、積の単位弦1っていうのを取ってきます。1C っていうのを取ってくると、これは H を1で飛ばした結果だよね。順動形は、単位的な間の順動形は、単位弦を単位弦飛ばさないといけないから、まあ、これは確定なわけ。1B は絶対 1C に飛んでるはずなわけ。で、今こういう状態で、今 1B っていうのは、S かけ、S 分の1だよね。S っていうのは、本当もっと、正確に言うなら、1分の S なんだけど、1分の S って書いておくかな。1分の S かけ S 分の1。これはそうだよね。1分の S かけ S 分の1っていうのは1だったんだね。1B はこれだってことが言えたんでした。で、これで純動形だから、H、1分の S かけ、H、S 分の1。これイコールだよね。純動形だから、かけてから飛ばしても、飛ばしてからかけてもいいよと。で、H、1分の S っていうのは、これ果敢にするためには、H、1分の A っていうのは GA に飛ばなきゃいけなかったから、これは、GS に飛ぶんだよね。
こういうことが言えます。で、この GS っていうのは、これ単元なんだよね。なんでかっていうと、GS は必ず C の単元の集合に飛ばすって書いてたから、今言ったのは、1イコール GS かけ HS 分の1ってことがありました。今 GS は単元だから逆元があります。逆元をかけてみましょう。1C のこれがイコールだから、これに、両辺にね、逆元をかけてあげると、こっから言えることが、GS っていう元の逆元が、HS 分の1でなければ、ここは果敢にならないことが示せました。だから、今 HS 分の1っていうのも、実はもう果敢にしなきゃいけないっていう条件が課せられた時点で、行き先はもう確定してるわけね。今、1分の A と S 分の1っていう元の H での行き先が、実はもう果敢にするためには一つしかありえないってことが言えました。で、今 B の元っていうのは S 分の A っていう形の元だから、HS 分の A っていう元の行き先が、ここを果敢にするには一つしかないっていうことを言えれば、ここを果敢にするのはそういう元しかないって、もうそういう H しかないってことが言えるんだから、それで OK ですね。今 HS 分の A っていう元は、H1 分の A かける HS 分の1です。で、これはもうここって2つとも決まってるんだったよね。これは GA じゃないといけないし、HS 分の1はかけるこうでなければいけないから、HS 分の A っていうのはここを果敢にするためには、こういう飛び先に行く必要がある。で、実際、HS 分の A を GA×GS インバースという風に定義すると実際これは果敢になるよということが言えたので任意の G という射と C が与えられた時にここを果敢にする H が実際1個こういうものしかないということが証明できました。で、今この状態で今さっき構成した F と B っていうやつが A と積間 A と積平集合 S に対する局所化であることが言えて少なくとも間 A と積平集合 S が与えられた時に局所化が少なくとも一つ存在することが言いました。で、こっから最後示すのは局所化っていうのは一通りしかないよ。同型を除いて一個しかないよ。まあ、逆に言うと、二つ局所化があったら、B と B' っていう局所化があったら、二つは同型になるよということを示してこの動画を終わります。はい、じゃあ行きましょう。最後、同型を除いて1位であることを示して終わりにします。で、同型を除いて1位であることを示すには、二つ目実際局所化持ってきて、ランダムに持ってくるんだけど、それ二つ絶対同型になっちゃうってことを示したら、一つしかない同型を除いて1位であることが示せますね。じゃあ実際 S による局所化を二つ持ってくるとします。FB と F'B' っていうのを持ってきます。で、今これがね、S による局所化だから、今この二つの加算図式を満たすような、ここからここ、ここからここへの射は一つしかないっていう状態ね。そういう命題を満たしている、FB と F'B' っていうのが存在したとしましょう。すると、以下の図式が果敢になります。まず、ここの果敢性から見ていこうか。A、B、B' と A、B'。これ F' という F はね、今ここで決められてるから固定されてるわけで、ここを果敢にするやつが、A と B の局所化の定義から1位にね、ただ一つだけあるっていうことが言います。なんでかっていうと、今ここをね、今 G とか C、これ何でもよかったんだよね。その単元に置く、S を単元に置ければよかったから、今ここを F'B だと思ってください。B' か。F'B' だと思うと、こっからここへの射は1個しかないんだよね。果敢にする射は1個しかない。で、しかも実際1個ある。今これ、この図とこの図全く一緒だよね。向きが変わってるだけで一緒だから、今ここに1個射があるよって。同様に、ここをね、B だと思って、ここを F だと思ったら、この下のね、三角形の図式と一緒になるよね。で、今 B' から B' の射がただ一つ存在するって言ってます。で、ここから今度射が1位に存在する。で、またね、ここも全く同じだと思ってください。B と F。これ全く同じね。で、まあ、ここを果敢にするのも1個しかないね。定義からね。1個しかない。ってことが言えるから、今大事なのは、ここを果敢にするやつがある。ここを果敢にするやつがある。ってことは、ここ2つ果敢だから、A から B に行って、こっからここに行くやつ。と、こっからここに行くやつが果敢にするやつね。こっからここへ、この図式を果敢にする射として、H 行って H' 行くっていうのは、この F を果敢にするよね。
で、今さっきここからで示したのは、ここを果敢にする、こう、こうと、こうを果敢にするようなやつは、一つしかない。ユニークだってことが言えてるんだから、これ1位なわけね。1位で、しかもこれアイデンティティなわけ。なんでかっていうと、アイデンティティ B っていうのは実際この F、F を果敢にするの。これ当たり前だね。これ高等写像だからね。高等写像が果敢にする。H0H 出してもここを果敢にする。で、しかもそれは1位じゃないといけなかった。つまり、2つ写があったら、果敢にする写があったら、イコールじゃないといけなかったんだよね。だから H-0H がアイデンティティ B であることが言えたと。で、これね、同様に全くこれを B' B、B' の置き換えることで、H0H' っていうのもアイデンティティ B' であることが示せます。で、今ね、この2つが示して何が言ったかっていうと、H と H' が B と B' の間の逆写像になってる関係が言えたんだよね。OK? B、B' っていうのがあって、どっちがどっちだ?B から B' に H が飛んでて、H' が飛んでて、こっちからこういったのがアイデンティティになるし、こうからこういってもアイデンティティになる。つまりこれ、全単写が構成できたことになりました。で、つまり今言えたのが、B と B' に間に同型が存在することが言えました。これで今示したかったかと終了ですよね。今2つ FB と F' B' 持ってきて、B と B' は絶対同型になるよってことを示せばよかったので、今実際示したことになりました。はい、というわけで以上になります。はい、というわけで以上になります。で、前回ね、まあこれ以前に3個動画上げてるんだけど、それはまあかなりね、定義とかしっかりして、出たことない、定義してないとか証明してない面では使わないっていう方針でやろうと思ってたんだけど、そうするとまあかなり時間もかかるっていうのもあって、ある程度まあ今回順道形っていうのはね、まだ定義してなかったんだけど、まあ使っていったんだけど、まあ方向転換としてね、受け入れてもらえればなというふうに思います。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。今回はね、動画めちゃめちゃ長かったんで、最後までね、ここまで到達してくれてる方はどれぐらいいるかわかりませんが、ここまでご覧になってくださった方、本当にありがとうございました。次は、花群についてのね、解説動画を上げて、まあ、今後どんどん転ソル石とかね、まあそういった話にどんどん展開していけたらなというふうに思っています。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。